ウィニペグ湖はカナダのマニトバ州にある湖。マニトバ州の州都ウィニペグの北約5 5トルに位置する。面積は24,387平方キロメートルで、カナダで6番目、世界で12番目に大きな淡水湖であり、南北の長さ4 1 6トル比較的浅く、最大深度は36メートルである。湖岸沿いには、 ファーストネーションやめてを含む、約2万3000人が居住している。名前の由来は、クリー語で、マディー・ウォーターズを意味する単語である。この湖の流域面積はおよそ98万4200キロ平方メートルで、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州の大部分、オンタリオ州、ミネソタ州、ノースダコタ州の北西部を含む。流入する川には島があり、特に、 上三つの川は、ウィニッペグ湖への流入の60%以上を占めている。流出する川は、ウィニッペグ湖から北東へ流れ出し、ハドソン湾へ注ぐネルソン川のみである。巨大な氷河湖、アガシー湖の名残である。ここ数十年で、ウィニッペグ湖の増えようは進行している。南部は、北部よりも、窒素やリンの濃度が高く、特に、 レッド側は、ウィニペグ湖への総流入量の17%を占めるに、水内にもかかわらず、リンの70%、チッソの34%の流入元となっている。2006年9月には、カナダ4州、アメリカ4州から排水が流入しているために、湖面のほぼすべてが青湖に覆われた。また、2010年にも不栄養化による藻類の大発生が起き、カナダ政府とマニトバ州政府は、 ウィニッペグコの浄化協力覚書きを締結した。2016年の調査でも、レッド側の流入地付近点で、高いレベルのリンと窒素が検出されている。カナダの環境、気候変動省は2017年の淡水保護に割り当てられた予算7050万ドルのうち、ウィニッペグコの淡水資源回復、改良のため2570万ドルを割り当てている。 ありがとうございます。